プロスペース。はい。ということで、今回開幕ね3連戦終わって今月曜日です。まあ明日からね4試合目各チーム始まりますけども、今日はねプロスピということで、今プロスピでねイベントやってる活躍選手予想、4月12日までだから再来週までか、こちらをプロ野球解説者の意地と名誉とプライドをかけて絶対に取りに行くぜっていうところで始めたのね。でもう3連戦終わったけども、ちなみにね前回去年もあったのよ。で解説者人生をかけてね挑んだ結果よ、合計ポイントが11,019ポイントで、なんと、ランキングが39,445位です。全国でお前解説者でいいんかっていうね。これでだからここね、この意地とプライドを取り戻すためによ今回やったのよ。開幕からね皆さんもやってると思うけども何位なんだってね。でちなみにね開幕3連戦終わって合計活躍ポイントが2651点でランキングがなんと332,412位よ。33万ってお前スタートクソ悪いやんじゃないか、お前どうなってんねん。県外じゃなくてまだよかったよお前。っていうところでね、じゃあちょっと見ちゃう獲得履歴ポイント。だ開幕戦よ、ちょっとまずピッチャーから言わせてよ。マー君登板回避すると思うか、普通入れるやん、ふくらはぎやってるやん、登板せえ。だから先発菅野山本マー君二木全員お前いかれてるやん。二木なんて20ポイントしか取ってよ、もう二木こらお前、俺は期待してたんだぞ。だから入れてたのに。で中継ぎ平スアレス松井唐川祖父江伸津、野手見て野手見て、梅ちゃん今年やるんちゃうん、マイナス5ポイントやん。山上浅村どうしたん、坂本絶不調、今年も出だし悪いの、今度 DH やし聞いてへんで。柳田マーティン大山撃沈、獲得ポイントはね1161ポイントよ開幕戦で。2戦目ね梅ちゃんが129ポイント、山上浅村0ポイント、浅村どうしたん、岡本坂本が伸びずね。で近藤よかったけど DH、柳田マーティンどうしたん、ダメなん今年で。大山ピッチャー見て悲惨0000000で、唐川の91ポイント834ポイント、全く伸び、どうしたん。昨日日曜日梅のマイナス10点多い、どうしたん、俺信じたよ梅の本当で。ファーストビシエドに変えたのよ前日から、そしたら打てへんねん2点。セカンドも浅村やめてシュートをやってたからシュート選んだらマイナス10ポイントで、サードショートは岡本坂本でかけたらこちらも伸びず、でレフトね近藤じゃなくて吉田がねレフトずっと守ってたから吉田にしたらレフト守備使えへんねん、あるそんなこと、いきなり2ポイントで。センター柳田69ポイントライト、よしライト早川やから太田打つやろうと思ってライト太田大志に変えたのよ、マイナス5ポイントで。大山47ポイントピッチャー平78、松井84、唐川101、祖父江68の656ポイント、ま全然当たってへんやん、どうしたんこれ、全然当たんす、全く切り替えていこう。開幕戦見た結果よ、解説者は開幕戦見た結果でいくんよ、はい、だから今からこっからですね、こっから当てるわ。だから今決めよう、今日からだから、動画出してるけど今日からや、オーダー変更しよう。キャッチャー、ちなみに3連戦全部梅野選手ですか、うん、ちなみに、3連戦全部大城選手、おいおう、開幕が134、うん、で2戦目が63、うん、で3戦目が30、あんまりやな、梅野よりいいけどな。でもあれやろ、県外なんやろ、自分は県外です、俺はランクインしてるからね一応。そんなんか、そんな偉そうに言わないで、うん、県なんか、なんか大城当てたからみたいな、そう偉そうに言わないで。俺は一応当て、県外じゃないからね。選手ベストナイン見てみよう、ベストナイン誰や、あ、太田だ、太田が活躍してんねや。梅野一応ベストナインじゃん、土曜日の大城が、太田頑張ってんねや。あ、俺キャッチャーあれにするわ、森、あ、いいですね、うん、キャッチャー俺森にしよう。これあれやな、俺が選んだ打たへんとかやめてほしいよね。ファーストあんまり誰も活躍しないんだよね全体的にね。ビシエドに信じるわ俺、ビシエドにするわ、火曜日ね。セカンドシュートも盗塁とかも考えてんねんけどな俺、渡辺も打ってるからね結構ね、うん、シュート行こう、盗塁にかけよう。
でサードはね変更、岡本からサードはね浜野プーさんにしよう、宮崎。ショート、ショートはねもう今宮絶好調だから、ショートも今宮、ショートはあのバッティングは今ね素晴らしいよ、絶対打つよ。レフトは吉田正尚でいこう、ここは変更しないでいこう。センターも柳田やな、ライトか、あサンズか、サンズがレフト、すごいよな、2回取ってサンズが、あサンズ2回と佐野が1回、うん、サンズな、いや俺はここあえてここ行くわ、レフト青木、青木も打ってんねん、めっちゃマジ でセンター柳田、ライトどうする、ライト誰や、ライト誰にしようか、2回栗原選手で栗原な、打ってる打ってる、梶谷の満塁ホームランとかもでかかったよな、でかかった関根も打ってるからね、はい、DeNA そろそろ鈴木誠也やろ、そろそろ、あそろそろ来るやろ鈴木誠也で、 DH にねサンズ入れとこ、俺が入れたら打ち出すのやめるとか、もうそんなマイナスのやつや、ね、これでいこう、キャッチャー森、ファーストビシエド、セカンドシュート、サード宮崎、ショート今宮、レフト青木、センター柳田、ライト鈴木誠也の DH サンズ、ありそうですね、ありそうやろ、だマー君変えよう、マー君、ちなみに宮城君よかったです、ね、ああ宮城よかったな、350ポイントぐらい、おい県外ですけどあとどうしようかな、誰ピッチャー誰入れようかな、俺見舞い入れとこうかな、見舞い入れとこう、先発見舞い良かったからね、二木、お前もう二木抹消、お前はもう、あと誰が良かったかな、戸郷入れとこう、戸郷良かったもん、めっちゃ良かった、戸郷は来るよ、戸郷にしよう、これって先発の方がいいんですか、でも中継ぎさ、先発は絶対投げるけどさ、中継ぎ投げへん可能性あるよ、だから難しいよここ中継ぎは、モイネロ入れてたんですよ、お前登録されてへんやんけ、お前そもそもでしたね、ああそもそもそれはあかんよ、それはもう全然あかん、登録されてんやつ入れてんもん、だから俺先発4人入れてんねん、ね、中継ぎ5人入れてた、やっぱ金川置いときたいね、多分ねいっぱい使うと思うんだよ、ロッテが、祖父江も結構いっぱい使ったからね、松井、スアレス、阪神も点取りすぎてスアレス使ってへんやん、逆によ、守護神ってあれやんな、いっぱい使うと点取りすぎると投げへんっていう可能性あるよな、長すぎる、あ栗林も良かったよな、栗林入れとこう、スワレスやめて栗林入れよ、栗林入れよ、第28日は、ベスト9は早川、まあそりゃそうやろな、でも危なかったよ、ピンチ結構あったけどハムがやらかしちゃったからっていうパターンもあるからね、あ栗も良かったね、栗ね、栗林入れとこう、新人入れとこう、しかもこれピッチャーは1週間変えられへんからな、これでいこう、中継ぎは平、栗林、松井、唐川、祖父でいこう、山崎康明も良かったな、良かったですな、まあ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 、これでよし、これでちなみに何位ぐらいまで、そうやな、それはもう1万円切るで、一気に今週で、まずは火曜日これでいこう、で修正しよう、もう一回これやな、さあやっぱりね、解説者を名誉かけて、そうです、うん、まあもう今試合始まってるけどね、どうなってんのかね、まあチェックやな、ということで、まあ3万位は前回よりは行きたいよね、うん、まあ皆さんがねどういうオーダーになってるのかコメント欄に書いて、皆さんの順位も聞きたいね、ね、あなたには負けませんから